いやちょっと放置しちゃって第4巻と第5巻まとめて感想を話すことになりました。しかも最も重要なイベントをまたいでね。まずは第4巻、前回の最後に登場した小清水くんはちょっとガチなライバルとして小宮山くんの心をいろいろかき回したけど、結論から言うと大したことをやっていない。せいぜいエナとの駆け引きにちょっとスパイスを加えた程度。後半のお母さんの登場でエナの気持ちを深掘りして打ち明けるきっかけにはなっている。ただもともと言葉足らずだけの問題だから割とあっさり解決して、第4巻はそんなにイベントがあった気がしないな。最後の瞬間まで告白する前から頭を撫でていることへのツッコミは一旦置いといて、今までずっとしっかり進んできた2人もようやくここまで来ましたね。そして秒で OK、 第5巻からは恋人同士になった二人の話になります。まあ展開は早いけど、ここで変にこじれることがなくてよかったとは思います。主人公たちが恋人同士になってから失速する作品は決して少なくないけど、少なくとも第5巻は全然そういう感じがしない。むしろ第4巻よりだいぶ面白いと思います。付き合い始めた二人のやりとりはすごく微笑ましい。いやー、ういういしくてこっちが恥ずかしくなるけど、ここで小宮山くんの一つすごくいいところが出てきて、こんな恥ずかしいセリフをストレートで言えるのはやはりすごいと思う。というか小宮山くんちゃんと彼氏している。キヨじゃないけどしっかりとやるべきことを意識してるし、自分の悪いところを直そうとしているから、いろんな作品の主人公に見習ってほしい。何より嬉しいのはエナの小宮山くんの好きなところは自分と共通している。こうして作中の人物の認識と自分の認識が一致しているのは本当にいいよね。作品がこうやって言葉にしてくれるのもありがたいところです。しかもエナは2人が付き合い始めてからより一層可愛くなっているから、これも私にとって満足感が高いところです。さてサブキャラロマンス大好きマンとして、友人組の恋路も目が離せないけど、なんと一組は画面外でちゃっかりくっついています。いや予感はしたけど、本当に意外なところで火の玉ストレートを投げてくるよなこの作品。そしてもう一組もそう遠くなさそうというか後半の主役だったな。まあ今までのパターンからするとこれを解決するのにそんなに時間がかからなさそうです。というわけでメインの2人の甘酸っぱい恋愛もサブキャラたちの進展も今後お楽しみにしております。また次回にお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。